プロメテウスは人類のために寒さの対策になるし、調理もできると考え、ゼウスの反対を押し切り火を与えました。人類はこの与えられた火を大いに活用し、文明文化を発達させました。しかしゼウスの予言通り、人類は火を使って武器を作り戦争を始めました。これに怒ったゼウスはプロメテウスを山頂に貼り付けにし、生きながらにして毎日わしにプロメテウスの肝臓をついばませる責め苦を強いました。プロメテウスは不治であるため、肝臓を食わせても夜中に再生し、毎日毎日この苦しみの拷問が続きました。しかし後にヘラクレスがプロメテウスを解放しました。火の使用の始まりは前期旧石器時代のイスラエルあたりで、火を使った確実な証拠となる遺跡があり、これが世界最古と言われています。アジアからということです。植民地時代、欧米列強がアジアを蹂躙、植民地支配しました。しかし日本が介入することにより、アジア諸国は独立の契機を得ました。プロメテウスはアジア、ゼウスはヨーロッパ、わしはアメリカ、アメリカの国書はわしなんですね。ヘラクレスは日本。ゼウスの怒りはまだ続きます。ゼウスは人類に災いをもたらすために女というものを作らせました。神々はこの女に贈り物をしました。特性を加えたということです。ヘパイストスは女神のような愛らしい乙女の姿を、アテナは様々な技芸と布を織る術を、アフロディーティは魅惑の色気と恋の喜び苦しみを、ヘルメスは恥知らずな心を、それぞれ女に吹き込みました。ゼウスは女にパンドラという名を付け、地上に送りました。パンはすべて、ドラが贈り物という意味ですね。それでパンドラです。エピメテウスは兄のプロメテウスから、ゼウスからの贈り物は受け取るなと忠告されていました。しかし美しいパンドラを見たエピメテウスはパンドラを妻として迎え入れてしまいます。パンドラは神々からの贈り物として壺を渡されていました。その中にはありとあらゆる災いが入っているので、決して開けてはならないと言われていました。しかしパンドラは好奇心から蓋を開けてしまいます。すると中から疫病、戦争、貧困、嫉妬、飢餓、残虐、公職など、ありとあらゆる悪が人間界に飛び散りました。驚いたパンドラは、慌てて蓋を閉じました。この時、壺の中に唯一残っていたものがあります。それが希望。人間に希望だけが残りました。この希望とは何でしょうか？世界連邦政府樹立ということでしょうかね。追記で一言。開けてはいけないものの慣用句としてパンドラの箱という言葉がありますが、この話が由来です。そして本来は箱ではなく壺だったということです。